はい、皆さんこんにちは、玉川習字教室の玉川雄吾です。今日はですね、お悩み解決いたします。第4弾ということで、筆の洗い方をですね、ちょっとやってみようと思ってます。第2弾で、2回の目、ね、第2弾の時にですね、筆が割れるということについて説明をしました。で、その時にですね、その原因として筆の洗いがですね、十分でないという話をしたんですけども、多分皆さん筆洗ってるつもりなんだけどなっていうふうに思うと思うんですね。で、そのちゃんと洗ってるつもりなのに、その洗いが足りないからその根元に、残ってしまってるっていうふうに、そのちょっと思うところがあると思うんですよ。じゃあどうやってどこまで洗えばいいのっていう、そういったですね、疑問が湧いてくると思うんですよね。なので、今日はですね、ちょっと私が普段どういうふうに筆を洗っていて、手入れをしているかというのをお見せしたいと思います。ただですね、これは例えば他の先生たちがですね、私と同じように指導するかというと指導もしないと思うんです。で、ある意味ご法度的なところもあったりとかしですね、あまりよろしくないところもあるかもしれません。ただ私がですね、やはり筆をですね、長く使うためにですね、いろいろ試してですね、試した結果、そういうふうにすることによって、筆の寿命が伸びたといいますか、筆がですね、長く使えることができるようになったので、自分の中ではそうやってですね、筆を洗っているというのがあります。一番その長く使った筆でいうと2年は使ったのかな、1本の筆。それだけですね、筆をちゃんと手入れをすると使えると。だいたい筆の寿命は1年とか2年とか言われてるんですけども、私は2年たっぷり使って、それで次に変えていくというふうにしています。なので私のですね、ちょっと筆の洗い方をですね、今日はお見せしたいというふうに思います。はい、それではですね、筆を洗っていきたいと思います。筆、普通の通りですね、まず最初は洗っていきます。筆にですね、直接刃先にですね当てるんではなくて、この辺ですね、この辺に当てていきます。で、まずはこうやってですね、筆の中に、ある、水をこうやって洗い流していくんですけども、だんだんですね、流れて、筆、墨がですね取れていくんですけども、それは色で、流れてくる色で分かるんですけども、そこからですね、この根っこのところをこうやって押してやるんですね。筆を回しながら、そうすると分かりますかね、墨がですね、どんどん出てくるんですね。これをずっと繰り返していきます。で、私はですね、いつも真水でなくてお湯で洗ってるんですね。それは少しでもですね、墨の塊がほぐれるようにということで、お湯を使ってます。で、こうやって回しながら、この筆のですね、ここの根っこのところをこうやって親指でグッと押していきます。回しながら押していきます。で、そうするとですね、ほとんど墨が出てこない状態までなってくるんですけども、ただ、ここからですね、ここから私は、さらにですね、ちょっとやるんですね。この根っこの部分、この筆の穂先をこう押さえまして、こうやってですね、小刻みに動かしていくんですよ。そうすると、中に含まれている墨のこの、ここの根っこのですね、この中の方までのですね、墨が、出てくるんですね。こうやって小刻みに。で、こうやって押し上げていく。
これを何回か繰り返すんですね。こうやって押していきます。こう薬の穂先、筆のですね、穂先こうやって掴んでですね、こういう感じでちょっとこういうふうに含ませてあげるような感じでですね、こうやって呼吸内にこうやってで、こうやってギュッギュッギュッと押していくんですね。私が今こうやってやってるのはですね、まあ、私も師匠の先生から言われたんですが、あんまりそれをですね、激しくやらない方がいいって言われたんですね。それを激しくやるとですね、この根っこからポンと取れちゃうんですよ。なので、これは、もうほんと小刻みにこうやって。腕の根元にですね、この水を含ませてあげるような感じですね。で、こうやってギュッ、ギュッ、ギュッと押してあげます。で、そういうふうに、こういうふうにした、もう大丈夫かなと思った頃に、私は、この、筆ぐしですね、筆ぐしで、こうやって溶いていってあげます。もうこれで大丈夫かなっていうところですかね。だいたい今で5分ぐらいですかね。5分ぐらいで、こういったですね、まあ保護紙がここにあるので、まあ練習の作品を切ったですね、半紙なんですけども、こうやって水分をよく取ります。で、取ってですね、しっかりとこうやってですね、筆をこう揃えてあげる、こうやってですね、形を整えてあげることがとても大切なので、ここまでですね、やってですね、あとは、影干しこう、吊るしてあげてですね、乾かしてあげると、そうすると、しっかりとですね、墨が取れていると穂先が開いていくんですね。で、しっかりと、墨が落としてないとですね、だん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 中に溜まっている、墨が下の方に来てですね、穂先のところで固まっちゃうんですよ。で、固まるということは、まあ、穂先がこの開かないということは、ここの中に入っている墨がこの下のところでですね、固まって開かないということなので、何日かしてですね、穂先が開いてないなと思ったら、それは、洗いが足りないというふうに思っていただければいいと思います。はい、先ほどのようにですね、筆を実際洗ってみて、まあ、こうやって洗ってるんだよというところをお見せしたんですけれども、まあ、筆をですね、水で洗うときにですね、まあ、大体ね、墨がですね、落ちたかなと思っても中に溜まってる、あるいはちゃんと抜き切れてない時があるので、そこをですね、私は、穂先をつまんで、こうくにゅ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 っていう形でそのするということをしています。なので、これをですね、この筆の穂先をつまんでこうくにゅくにゅとすることをですね、まあ、私は筆を使うたびにやっているので、その毎回ね、そういうふうにしていただいて、やっていただくといいかと思います。ただそれをですね、もうがむしゃらにですね、グニュグニュグニュってやってしまうと、穂先からですね、毛が抜けてしまうので、そこはもう力を強くするということではなく、本当に小刻みにこうするというね、ことを繰り返してもらえれば、筆もですね、長く使えるというふうに思いますので、実際ちょっとやってみていただければというふうに思います。今日は以上です。ありがとうございました。